資金石と検査セット資金石とは、金の品質を測るために用いられる、主に黒色の石英質の鉱石の別称。一般的には、緻密な粘板岩であり小石などの材料として、用いられる、ナチ黒石を指す。試験標本と、金品が基地である主殺金、手本金と呼ばれる、金純度が異なる指標となる金の棒を、数本国の上に擦り、線を描き、 その色を比較する。金自体は、黄水と呼ばれる硝酸と塩酸の混合物でのみ、常温で溶解し、単独の酸には溶解しない。その一方銀や銅といった他の不純物は濃硝酸でも溶ける。この違いを利用して、金の純度を測る。さらに詳細に測る場合は微量の濃硝酸で、常根を洗い、残り具合を見て判断することもある。熟練者であれば、 パーセントオーダーの品位を鑑定することが可能であり、実際に江戸時代の金座で鑑定を担当した役方による鑑定品位は現在の近代的科学分析による分析値とほとんど一致している。前述のような特徴から簡便に検査が行えるため、現在においても簡易試験用に用いられることがある。前述のような試金石の性格から転じて実験的、 試験的な要素がうまくいくかどうかを見極めるために行う事柄のことを試金石と呼ぶ。また、物事を判断する基準の意味で用いられることもある。ありがとうございます。